と南区で配られるのは嫌なので、だいたい日赤マックあたりまで送っていきたいと思います。清水虫角あたりに来ました。この辺からオンにしたいと思います。タイミングが良ければ日赤マックが鳴るかな。何分海鮮寿司どんまる、どんまる、どんまてん。戻る感じですね。ウーバーやり始めた当初はこのどんまるピックして城南区まで飛ばされた思い出があります。それ以来城南区はトラウマです。ロマから城南区の福田あたりまで行くの行くときって坂が2つぐらいある、ちょっと山を2つ越えるぐらいの感じで坂があるんですけど、そこが本当に辛くて嫌でした。こんにちは、ウーバーです。 140A7 ですね。こちらで、はい、お預かりします。はい、じゃあ行ってきます。平尾いい感じですね。天神に行きたい僕にはちょうどいいです。じゃあ1軒目張り切っていきますかね。ちょっと鍵外すの忘れた。さて2軒目もすぐなってくれるといいんですけど、前走ってるのも配達員さんですね。お疲れ様です。ちょっと横に駅前マックを覗いていきましょう。地蔵が3人ですね。ここは俺の地蔵ポイントです。花火
こんにちは、ウーバーでーす。はーい。平日は渋い、渋すぎる。7件やって2800円。でもやっぱ夜にかけたいと思うんで、あとこのカメラのねバッテリーとデータを落としたいんで出直したいと思います。はい、夜になりました。時刻はちょうど7時ぐらいですね。さっき一瞬シミが出たんですけど、しょぼいシミでしたけど、シミを期待してまた現地の方へ出撃したいと思います。はい、夜でも変わらず一席からオンラインし、まあ死にまねけどな、100円。戻るんかい、戻るのかい、しゃあない。夜の部1軒目は高宮店です。かなり戻ることになります。高宮店加盟してると思って、高宮店だけなのかな。お疲れ様です。ウーバーです。めっちゃ饅頭めっちゃうまそう。マヨネーズがいいっすよね。和田三丁目23。和田、もうこっちがどこにいるか全然わかりません。ウーバーです。一件の終了です。451円です。さっきみたいな奥まった住宅街にバイクが来ちゃうと大変ですよね。チャリも大変だけど、チャリは小回りが効くのでイライラしないですよね。バイクは大変だと思います。やっと見覚えのある道に出てきました。ここから天神まではもう一本なので、あとはひたすら漕ぐだけです。途中でどっか呼ばれたら行くしかないですけど、
モスバーガー、福岡ノーマーケン。はいはいはい。行きましょう。そしてバッグは中に持ち込んではいけない。よいしょ。どこだ。はい、住所めちゃくちゃだったんで、まあでも建物の名前だけはしっかりあったんで、建物の名前を直打ちしたらズバリ出てきました。また戻されるのか。しかも山越えだよ。行きます。大橋から野間に行くときは筑紫ヶ丘トンネルがあるんですけど、筑紫ヶ丘トンネルってチャリは通れないんですよ。でチャリどうするかっていうと、山越えをします。今登ってるところがその山ですね。筑紫ヶ丘高校がある丘というか山、ちょうどトンネルの上を越える感じで通らなきゃいけない。これが割とチャリが辛い。俺が電チャリに変えた理由の一つです。まあ慣れてしまえばなんてことないんですけど、何回も続くと辛いです。一番辛いのは引き戻されることですけど、全然天神に行けない。オフにしろよっていうのも分かるんですけど、なんかね、それはそれで面白くないな。382円。まあどうせ次は大橋マックとかに呼ばれたりするんでしょうけど、ここはさらにはわあ、マサラキッチン久しぶりだな。大丈夫かな、怒られない。無事ピックしましたけど、感じのいい人でよかったです。随分前にピックしに行った時はちょっと怖い感じのお姉さんだったので、ちょっと敬遠してました。でも汁物なので気をつけて運びたいと思います。予約がなりました、割とレアなジョリーパスタ大橋店です。
ピザかと思ったんですけど、ピザじゃなかったです。4分メニューはバムシャラデリーズの匂いが、知らないな、ゴマじゃん、なかったよ。ここ昼間は学生ばかりなんで、この電車の力で坂を一気に駆け上がると、おー、ウーバーすげーって言われますね。全然嬉しくない。なんだ、メインはガムシャラ、ガムシャラがこう無理やり漢字を当て字にした感じなんですけど、なんか男汁みたいな感じですね。あーあー、大量のラーメンで緊張します。わかし、オープン。出た出た、ベビーフェイスプラネット、沼を置いてまくるのが近くですね。もうこれは今夜天神に行けないな。正面割と近い、よかった。僕はいつも店内に立つ時のウーバーです、ウーバーイーツです言うんですけど、さっきのベイビーフェイスプラネットで俺のこのウーバーですと聞いてですね、会計をしていたカップルがですね、なんかからかうような感じで、ウーバーです、俺に言ったんですよ。どうすればあんな人間が出来上がるんですか。からかって何が面白いんですか。悲しくなりますね。またベビーフェイスプラネットだ。本日2度目のベビーフェイスプラネット半から22時までやって15件で5972円、渋い。10時13分、もうここから
天神に行く気力ないので、これで切り上げたいと思います。明日から雨ですけど、今変わらず稼働します。今日はこんな感じです。ありがとうございました。おやすみなさい。